よいしょ。まあレギュラーサイズですけどね。やっぱ激しく出ないですね。ちょぽってなんか横からこう加え込む感じで。まず第一にベイト。ベイトフィッシュが目で見え、まあ今だとまだアユのちっちゃいのとか、あとハスッコが今年この秋多いんで、ハスッコでもやっぱ一番最も重要なのはブルーギル。なんでかっていうとブルーギルの方が動きが遅いんで、その安定していきなり消えるってことがあんまり少ないです。多分バスもね食いやすいと思うんですよ、スピードがのろいんで。なんでやっぱブルーギルがいるところ、特に浮いてプカプカしてる、まあ今年少ないんですけどね、プカプカしてるところはもう最高。ダメだ、これが飛び出すと絶対トップ出ないからね。よし、行きますか。エビモだったりフサモだったり縦に生えてるんで、ポーズした時にちょっと浮いてかわしてほしいみたいな。でやっぱりスピードが速くないと反応しないけど、巻きっぱなしだと追いつけないみたいな、そういう感じだと思いますけどね。よし、来た。フラッと来ました。よいしょ。グラッと今ねポーズしてたらガーンって持ってったね。コンディションいいっすね。ここはね水深がだいたい 3.5 メーターぐらいといっても、まあカナダモが1メーター50センチぐらいあるんで、実質の水深は約2メーターですね。でこのフラットはだいたい 1.5 メーターぐらいまで潜るんで、14ポンドラインで、まあちょっと上を通過してるイメージですかね。でそうですね、やっぱり今の時期だとカナダモの魚のストック量が多いのと、やっぱりベイトがですねカナダモエリアに多く移ります。まあベイトとしてはハス、ハスコ、あとはブルギルですかね。よいしょ。デュエルのハードコアミノフラットです。でこのミノはフローティングなんですけど、今ちょっとね板重りをちょこっとだけ貼ってサスペンドチューンしてます。でちょっと特殊な使い方なんですけど、なんでかっていうと、まあ今釣ってるアクションが早巻きのステイなんですね。でステイの時にルアーが浮いてほしく、動いてほしくないんで、まあちょっと特殊なサスペンドチューンしてます。で本来ですと、バイブの早巻きとかで食う魚なんですけど、ちょっとね急激な水温低下で魚が、例えばまあバイブ行きっぱなしですもんね、ポーズが入らないんで、それだと反応はするんだけど多分追いつかない、まず追いつかない。
答えですね。でそれをゆっくりにしちゃうと今度反応しない魚なんで、早く5回転6回転巻いて速いスピードでこう認識させるっていうか、追わせてストップポーズで食わせる感じ。魚だ魚、全然わかんない。まあフラットのフラッシングが効くんだよな。よいしょ、あの子はみんなフラットよいしょよいしょ。でこのミノーの特徴はですね、まず飛ぶこと、もうバイブレーション並みにカット飛びます。であとはですね、こう横サイドサイドがフラットになってるんですね、名前の通り。なのであの強烈なフラッシング、特にこういうローライトの時ですね、こういうメタリック系な光るカラーっていうのがすごく効果的ですね。であとはまあ何でも使えるんですけど、アクション的にはもちろん普通にジャーク、ティッチもいいですし、先ほどやってるようにファーストリトリーブポーズ、緩急つけても結構ですし、ただただこうバイブレーションのように巻いてくるだけでもかなり魚寄せてくれるんで、まあ、ちょっと他にはない特徴のミノーなんで、ちょっとぜひ使ってみてください。ポーズだね。フラットのフラッシングは効くんかね。あ、横っちょがかりだ。どうだ。あ、よいしょ、フラット。